前で待つのが5番の福永です。引くだろ。さあ地元勢が前、残りは2周回、誘導は退避。ここで2番の岩本が前を切って、3番の川端がさらに3が逃げるか、いや5が逃げるか。川端智之が前を叩きてまいりまして、あとは5番車の福永、福永がジャン前で飛び出していく。3は中段狙いだな。福永が主導権を握ってまいりました。4番の島川が3番手追走、このうちに3番の川端、さあ現在3番手が並走状態。川端と並走してるな、やだな。決勝戦5番の福永が風を切ります。水槽が1番の田舎、こういうとこ出し使いたくないよね。3番の川端と4番の島に来た、に来た、やばい、来た。岩本がマウントしてまくってまいりました。気づいた田舎、ああ強ですけども、ここは2番岩本のスピードがいい。ただこの後ろブロック、1番の田舎が切り替えてまいりました。4コーナーを回ってくる。先頭は2番の岩本、岩本先頭で五輪。9回2コーナーからバックへと向かって間もなく金が入りますが、松岡から抑えてきます。さあ金が入りました。7番が逃げると2が展開はいいですけど、4番岸直樹が踏み上げてきました。いや4が来るとね、これ3結構強いんですよ。さらに叩いて抜け出して先頭です。さあ7番車の松岡叩かれましたが、3番手の位置はキープです。4番3番2がね、3を超えられるかっていうのはちょっと厳しいくないか。ここは4番岸直樹の先行、人気の3番東口とも2番手を回って、車間が少し空きますが、後方を貯めて1番大川隆二のいい縦の足だ。あれ、さあ1番の大川の、まあ、ちょっと待って、2は東口が止められますか。先頭4番岸、3番東口、1番の大川のスピードを止めた。そして7番内に切り込んでくるが、いやここ突っ込んでこねえか。3番東口吉とも、いや無理か、頭無理だ。2番の小川が抜け出してるのにちゃうか。さあ新鋭短期の2人はまだ動かず、先に動いたのは2番の谷口良平です。吉田はちょっと1回引いてかましてほしいですね。中部近畿勢が上がって、あれ突っ張った。4番吉田拓也、突っ張ると垂れるでしょう。突っ張って4番吉田拓也、一旦離れ、まあでも1はいいですけど3が怖い。町田強いんだよな。いやこれね174どうすかね。ちょっとね4垂れそうだな。5番の伊藤朝日は6番、あ来た、3来た、3来た。一番後ろから3番の町田大が仕掛けるか。いや先行争いになっちゃった。中段から上がる、残り塩切っての1コーナー、吉田拓也逃げる、外から襲いかける谷口翔平、6番の三谷翔太さばかれた、2番谷口翔平、いや3来てるな。3番の町田大が、町田大のアタック、やばい、7来ねえ、7来ねえ。内に入った4番吉田拓也、内から作った4番吉田拓也、ああ7無理か。森沢俊、吉田拓也先頭ゴール。前は1番の伊藤、さあ7番の竹内が抑えに来ます。1番の伊藤は抵抗せず車を引いて、変わった3番の山形、まあ、3は中段狙いだろう。現在3番手で1のまくりに5が離れれば番手の2と中段の3っていう予想ですからね。まあ、7は多分もう行くでしょう。先行してくれ、早く飛ばせ。伊藤は現在6番手で金が入って3コーナーから2センター。さあこの辺りやばい、1来た、早っ。1番伊藤のフルダッシュ、さあ前で合わせる7番の竹内なんですが、1番の伊藤現在3番手のアウトコースからさらに前へと踏み上げてまいります。さあしかし成功を見せる7番の竹内、さあ1番の伊藤がさあできったんですが、その後ろ、いや待って、これワンチャンあるぞ。5番の松尾さばいて最終バック、後方からは3番山形のまくり、現在3番手から2番手、しかし前段は1番の伊藤、頑張れ頑張れ頑張れ、やばい、3がやばい。いや、ちょっと待って、 2個ね、これ2個ね。その後ろは3番の山形、待って、OKOKOK、そもそもそも1番の伊藤か。2番の東口、そして5番の香川雄介が東口とタッグを組みました。1番港誠二が3番手、さあ5番手から4番川口誠二が踏み上げてバック金が入ります。しかし2番ブーメラン東口の横を一旦上昇を見せたんですが、再び下がってきそうな感じです。3番の小川先行一社なんで無理いかなくていいでしょう。2番の東口吉田も引いてかましでいいではありませんが、5番の香川雄介、1番の港誠二、そして3番小川雄介4番手、再び発信を取ってくるのか。4番川口誠二、マーク7番笠松の、いやまくりか、番の筒井敦志がチューブの、あいたいた、よしよしよし、6頑張って、6ついてけ、6ついてけ、
今度は4番の川口の、そこ乗り越えろ、そこ乗り越えろ、よし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 よの石原がまずは前を抑えてまいります。リッチは引いてほしいですね。よし、引いた引いた。まくりだと7が離れるかもしれないっていう予想なんですけど、番手に1番の伊藤、2番の柏に動きはなく、2そこか、2中段じゃない。3番手4番手車間を空けています。1番の伊藤、前は6番、いやこれ7離れねえかな。金が入って3コーナー、先頭は6番の石原、マークが3番の福島で、3番手が5番の山形。さあ、まあ、中段でもいい。4番手前と釈迦は来て、これは自分のタイミングで、7が離れればあと5つ。この声最終周回の1コーナーから2コーナーへと向かうところ、まくってくるだろう、一応行くだろう。6番の石原、さあ1番の伊藤は現在4番手、前だ、前と5写真おろ、車間がいていますが、最終の2コーナーからバックセッチ、まくっていきます。さあ現在4番手、いやどうか、7来てるな、ちょっと7くっついてるわ。あーやばい。前は6番の石原、最後の4コーナーから直線コース。7いるか、無理だ。外からは1番の伊藤、さらには外7番車。1センターから2コーナーです。ダッシュ周回の1センター通過して、後方からさらに前に上がってきた坂本。中島行ってくれ。4がそこ叩いてほしい。3番坂本が、まあ、多分いくと思うんですよね。並んできまして、2番車清水。清水はね、これ後ろだと思うんだよな。ジャンの3コーナーに入りました。今度は4番中島が進撃を開始して、3は中段狙いですね。さあ、またあと7番が早めに踏むと思うんで、3番の坂本は引いて4番手だ。番手マークみたいになると思うんですよ。1番の清水は後ろ7番手に置かれる体勢となって、残り1周迎えました。4番中島長走路逃げていきます。1センターから2コーナーカーブ、結構車間いってるな。3番の坂本、しかし車間が3車仕事開いて、2番車清水も車間が開いた。2位来てるね。ここからまくっていく。間に合うか。2番車清水現在は6番手回りです。間に合うか。宿口行け、番の宿口早く踏んでくれ、頼む。いや、3くんな、3くんな、3くんな。いや、2は来てる、2は来てる、2は来てる。9くんな、9くんな、くんで、よしよしよし、その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 そ後方から上げてきています。6番小本と9番の山下和樹、瀬戸内勢が先制して、深谷多分引くと思うんですよね。コーナーからバック通過です。1番深谷智弘が先頭変わらず、6番の小本翔吾が前に詰めてきまして、どうなん、打賞を迎えました。ってことはもうまくりでしょ。1番の深谷は下げていきます。瀬戸内勢先頭、2番の太田龍樹が3番手中段、あれ3そこ、1番の深谷がやば、これ3速はやばいよ。1号3になるぞ。2番車太田龍樹がやばい、3がくっついてるわ。1番車深谷智弘が追い上げていきました。やばいな、これはきついぞ。深谷智弘一気に前段に抜けてきた。1番深谷に続く5番の鈴木博士と南関勢前に飛び出して、3番手追走は2位頑張れ、2位頑張れ、ちょっと待って、そこ2位頑張ってくれ、それどかしてくれ頼む。8突っ込んでこい。1番深谷が逃げる。8ワンチャンないかこれ、突っ込んでこい、頼む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 、8来い。あるいは外側3番の橋本、うわ内か、無理だ。1番の深谷智弘先頭でゴール。1番避けてしまった脇本、ここはドカンと行くのか。7番脇本に1番浅井光太と、脇本は多分全引きのまくりでお願いします。さあ2番車鈴木健と8番手から上昇をかけます。さあ2番の鈴木健とは先行で挑むのか。まず7番脇本、2が中段まくりだったらね、ワンチャンあるぞ。2がまくれば9ではないだろう。2番車鈴木合わせようというのか。2まくりのがいいわ。7番脇本を後ろにやって、集団で後ろの動向を確認している、まあ、71は来るはず、どこからでも来るんで。脇本来るだろう。3番の佐藤弘樹、そして2番車鈴木、あ、それでもいい、なんかそれでもいい。1センターから2コーナー、
2番車鈴木、いや、5離れろ。7番車脇本優太のロングまくりが飛んでくる。2コーナー通過して2番車鈴木、7番車脇本のまくりが、いや、5は離れてくれ、頼む。よし、頼む、5離れた、くっ頼む。それでそもそも野菜刺すな、頼むから来んな、1来んなよ、マジ。南関北3名のラインが上がって、森田が逃げてほしいですね。で、北鶴は多分後ろまで下がるはず。前は鈴木に代わって、今度は7番車の森田、2番の宿口、5番の武藤です。北鶴はまっくりかな。よし、まあ、3が中段で OK です。3番鈴木が中段、4番手、9番車北鶴、7番手になっています。メインスタンド前から最終の 500m 先行、あ、来た、早っ、来たぞ、宿口止めてくれ。あっさり、あっさりか、無理か、2号無理か、無理か、こっから。あー、ちょっときついな。あー、無理ですね。しかしそれでも1番車の井上、2番車の宿口の体勢、4コーナー直線、今度は1番車の井上雅樹が追い込んでくる。外から2番車、後ろ詰め8番車の太田、太田が外に持ち出して上昇開始、6番の山田を連れています。埼玉勢が上がって間もなく2コーナーです。細切れ線で8番車太田が上がる。清水が逃げてくれ、清水行ったな。清水が打掌で抑えます。清水行くとこれ浅い、あーやべ、三谷が逃げるとこれは浅いが来るわ。2番の浅い、近畿中部両名が上がってきて抑えてメインスタンド前です。最終の 500m9 番車三谷が、まあ、邪魔くせ、4邪魔くせ。3番手4番車竹山でインコース、1番車の清水、7番の中本がいて3番手も連れています。先行争いみたいになってると浅いが、清水が現在内に詰まれている。先行9番の三谷、浅いが2番手。あべ、7終わったわ。9番落車、そして5番落車、6番の山田、あとは8番の山田、マジかよ、番これ無理だ。まもなく4コーナーから直線、先頭6番車の山田よしこ、先頭6番の山田、あとは伸びていっ、先に仕掛けた鳥取、3番稲垣を連れています。混成の2人、まあ引くでしょう、突っ張んないでほしいよね。2コーナーからバックです。前は9番車の深谷、やばい、深谷が鳥取の上昇を見ましてやや警戒、4番車高橋信也が外上がってくる、やばいな、これは突っ張っちゃったよ。9番車、あ、でも先行争いになると鳥取が来るけどね、やばいな、これは5番厳しくねえか、ちょっと行け、あ、鳥取来た、8番の杉本、けど稲垣も来てる、やばい、稲垣もいる、ちょっと稲垣さんがいる、やばい、稲垣がいる、やばい。まくり切ります。まくり切ったのが鳥取、2番手3番稲垣、そして切り替える1番手の平原、終わった、深谷が終わった、あ、突っ張ったら終わるわな。番手3番の稲垣、外から1番7番が迫ってくる、ゴールはどうか、が3番手車間を切っている中で後ろから中野の上昇、中段6逃げてくれ、中野行け、よし、5中段狙いでいい、中野が逃げろ、いや、それは行ってほしいぞ、そこ行け、よしよし、かまし、やばい、大石と先行争いするとね、これまずいわ、やばい、あ、終わった、うわ、終わった、これやばいわ、終わってますね、4人はきつい、あ、4飛んだ、いや、無理でしたね、4飛んでるんで無理です。あ、1か、あ、1か、いや、無理でしたね、7番の井上を連れている北鶴が上がって前段、まあ、これは突っ張るでしょう、8番太田、
2コーナーからバックです。前よし、突っ張るはず。北鶴がそれで後ろだな。で、清水がね、中段なんですよね。宿口の番手まくり頼みます。頼むぞ宿口さん。もう後ろ見てるんでね、番手まくり早めに行くと思うんで。最後の 500m 先行8番車太田隆起、やや車間を分けて5番の宿口、1番の平原、3番よしよし、いけ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 、山田と行きまして2番の清水、頼むぞ。やばい、2位来てる、2位来てる。あー、ちょっと2位来てるぞ。やばい、強すぎる。あ、無理だ、終わった。いや、こっから無理か、届かんか。届かないね。うん、1級は無理だ、2だ。はい。あー、強かった。続いた1番の平原、2番手。4番の小林は誘導から3車身4車身と離れていきます。2007っていう、まあ、変な回目なんですけどね。決勝なんで新田がまっくり遅いと2が頭の7、3着みたいな。後方6番手から3番の藤井が行きました。合わせて2番の新田も走り出そうが入りました。出させるか。3コーナーで新田が叩いて出る。それ出させない。それ一回入れてほしい。先行は2番の新田由大、しかし外から3番の藤井が行った。藤井が新田の前に出ました。1センターから2コーナー、あ、やばい、突っ張っちゃった。先頭は3番の藤井優吾、そして後ろからは6番の伊藤。あー、やばい、内がきつい。これはきつい。つい1来てる、1来てる。わずかに3番藤井が先頭、相当から青の、あー、1来た、終わった。先頭は1番神奈川、青野正弘、117キロ、青野がやりました。